あ、おはようございます。よろしくお願いします。はい。おはようございます。よろしくお願いします。はい、ありがとう。お願いします。はい、失礼します。どうぞ。明日の商品は。いや、暑いですね。今日も。今日も暑いし。なんか線状降水帯だとか、暑いだとかさ。あ、ちょっとこれ飲み物。ありがとうございます。はい。ね、あって、なんかすごいよね。気候変動が。いやでも楽しみよ今日も、うん、なんかねこうやって打ち合わせしながらやれるの最高。じゃあお願いします。はい、お願いします。ちょっとカメラも入ってるんですけど、まず島村さんの人生年表紹介の前編みたいな感じなんですけど、こ、うん、れねすごいよ。私もね途中で書いててやめちゃったんだよ。生まれてからちょっと書いてみたんだけど、はい、なんかさ、はい、これじゃ細かすぎちゃうからさ、年表表になっちゃったんだよね。だからまあこれ見ながらね、うん、私としてはちょっとインパクトのあるあの年齢の時のことをちょっと喋っていこうかなって思ってて、はい、そしたらちょっと皆さんになんかわかるかなって思ってさ、はい、私のご幼少の頃が、はいはいはい、なんかそれは見れない部分だと思うんで、なんか喋っていただければ。いや私はね本当にね良かったと思うね。もう皆さん Z 世代っていうかさ、うん、俗に言うね、ここにいるのは Z 世代じゃないかもしれない。ちょっと多少で入ってる幅振り幅あったけど、でもそういうことって話せて私良かったなと思ってることがあって、あの今の若い人のことっていうのがさあんまり意外に分かんなかったんだけど、話しているうちにあれひとりさんがやってきたこととか、あのそういうことをみんなやろうとしてるんだなっていうのをすごくなんとなく分かって、うん、考え方がどんどん違う子たちが生まれてくるじゃん。昔と違った若い子たちの考え方、うん、これがね意外に本当にね一人三流だなってすごく思ってて、うん、だから一人さんはこのワールドがあって愛が大きい人だったからいいけど、そうじゃない人たちってあの吹き飛ばされてっちゃうよなって、このあの世間のパワーに、あ、そういう人たちが引きこもっちゃったりいろんなことしちゃってんじゃないかな、うん、でそれで Z 世代の子たちは優しいしで積極的なんだけど諦めるのが早い人もいるし結構、はい、だからそこだけちょっとね諦めないでやってもらいたいなっていうのが私は希望的にあるんだけどね、はい、どんなことが好き、みんな聞きたいの、反対に私の、うん、興味湧くの、視聴者の人ってもっと見たいのって今はひとりさんとかの出会い語とかの方、はい、もっと知りたいけど、どういうふうな深掘りがあるのかみたいな話を多分したいと思うんですよね。なので今日の分はこの形でやらせていただいて、うん、もうそのまま本当にあの今までの島村さんの素をもう見せるじゃないですけど、うん、絶対に見れないと思う。何え、あの前半戦、前半戦、そう学生編みたいなやつ。学生編、私あのちょっと役職だけはすごいやってんだよね、うん、学校の成績が良くないんだ私、うん、でも小学校の時生徒会長もやってんだよ、うん、それから少年会の会長もやってるでしょ。だからなんか私の中で思ったのは、うちのお店を手伝ってたでしょ、うん、そうすると大人とかみんなと話を聞いてるとちょっとおませになってちょっと賢くこう世の中の生き方っていうのをなんか回れる感じっていうかにはなってたのかなってちょっともうね、うん、でも違うわ違う、やっぱり違うよなんかもしかしたらあれかもしれません、撮影の時に多分今これちゃんとカメラ回してくれてるからあれですけど、ポロっていい感じのやつが今ここで出ちゃうともったいないなと思ったんで、もしかしたらソファ座って話した方がいいものが出そうな気がするんです。そうだね、もう頭で考えながらふわっとやっていける。小さい時からあったことがあります、はい、言いません今は。あのね、今日ちょっと着るのなんかこんなイメージなんだけど、いろいろあるんだけど、ある中でどれがいいかなってちょっと思って、これも可愛いし、可愛いですね、今年流行の、あ、どういうことですか、そうそう、そういうところの筆、あの袖、袖袖ちょうちんみたいな感じで、これはもう私の定番なんだけど、うん、こういうのめっちゃ買っちゃうんだよねっていう雰囲気の色味とかなんかあったりする、やっぱりこれとかこれだよね、うん、暖色が多い、暖色系が多いかといってもこれも好きだよ、そうです、ね、ちょっとこれちょっとシンプルだけどおしゃれっぽくて、うん、やっぱバラが好きだね、あ、花が好きなんだよ ね、皆さんこんにちは、
恵美子しまむらのふわふわチャンネルです。イエーイ。はい、皆さん、今回はですね、なんと恵美ちゃんのね、生まれてからね、どんな人生を送ってきたのかなっていうね、その辺の話をしていきたいと思うんですよ。明るい、そのままだったんだなってちょっと思います。皆さんのコメントお待ちしてますよ。じゃあねー。こっちに指差し先いただいてもいいですか。そのぐらいの目線で、はい、ありがとうございます。はい、いただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとまた次週以降のお話だけあちらでできればと思います。うん、はい、でもさ、すごいね、まだあったんだよ。中学校の時ね、バンドやりたくてさ、アルバイトしようってことになったの、楽器を買うのに。私はボーカルだから楽器やらないんだけど、アルバイトに行くんだよね。それで、その行った時に、ドラムが一番高いんだよ。だけど、みんなね、あんまり働かないの。でも私、サワラビ少年会で鍛えられてるから、芋拾いでも何でも、めちゃくちゃ早いのよ。それで私はね、特別賞もらって、お金多めにもらったんだけど、もうみんなで行ってるグループの女の子たちと。それで帰ってくると、パフェが流行り始めたんですよ、あの頃。そうするとみんなで帰ってきて食べると、もうアルバイト賃の半分なくなるんだよね。で、なかなかたまんなくて、それで途中で諦めちゃって、バンド結成をやめたんですね。そういうエピソードもありました。8月の撮影なんですけど、はい、愛の聖火リレーといろいろ遅れてしまって、ねえ、もう本当にちょっとね、2点3点しちゃったもん ね、うん、そうですね。この人の子をやってあげたいとかいろいろあったのに、はい、相手のスケジュールに合わせてって遅れてしまったりとか、ね、いっぱいあっちゃったからね、はい、もうちょっとそれも動かしたいなと思って。本当そうだね、皆さんすいませんでした。でちょっと今候補に立っているのが、大阪になかなか旅行ができないみたいな方がいて、その方を呼んで家に招くみたいな、島村さんのおもてなしするみたいなのが一個いいかなと思ってます。いいと思います。はい、いいと思います。で、私の手料理でよかった。手料理。ごちします。手料理にしますか。なんかどんなのがいい。手料理というよりも出前で全然違う。出前。なんか、あ、そう。シェフ来てもらっちゃう？わかりました。いいですか、はい、そんな、はい、何人来るのかな。今想定だと2人か、増えても3人ぐらいは。あ、なんか他にもいるでしょ、その方。僕らも入れたら5、6人。そうですね、あったら入れません。入れないですか。いや、入れてあげるわよ。ありがとうございます。ありがとうございます。みたいな形で撮影できたらね。あ、いいね、いいね、いいね、わかりました。ちょっと今1個考えてるのは、夜にその お家に招くだけではなくて、大阪の観光みたいなのもできたらなと思ってるんですけど、はいはい、私もいや意外にやったことないから一緒に回るでしょ。そうですね、やってもいい。大阪らしいか、もしくは島村さんのおすすめかのどっちかがいいかなと思うんですけど、大阪らしいだったら確かに大阪城、まあ、通天閣だったら僕らも知ってる人がいて、あ、通天閣にしましょう。私も行ったことないから行きたい。あ、本当ですか。反対におすすめよりは私も一緒に行きたい。こっち側だって一緒に行きたい。なんか私はね、講演会行くたびにね、障害者を持ってるお母さんとか、まあ、そういう人たちと、まあ、来てくれてたんで、まあ、その辺の話をしてあげるとね、すごく喜ぶの、うん、そうだったんだってなんかほっとしてくれるんだよね。だからそうするとさ、一緒にそばにいる人たちもさ、ちょっとふっと肩の荷を下ろせて、なんかすごくほっこりできる、うん、でそれすごいいいなと思って、だからその人たちの人生がマラソンで走ってるとしたらさ、ちょっと肩をね叩いて頑張ってって言える、そんなことができるかなって。4月はまあそういった人たちもやっていって、うん、まあ、今後も、まあ、続けていくメニューが、なんかいろんな企画を、ね、楽しいね、できたと思うので楽しくなってきたね。そうですね。はい、で皆さん今回ね、こうちょっと YouTube の裏側ということでね、見ていただきました。こんなラフな感じで、まあ、ラフと言いながら皆さんしっかり考えてくれてね、恵美さんの YouTube は成り立ってるんですよ。感謝します皆さん、本当に。でこのね、まあ、Z 世代、まあ、幅はあるかもしれないですけど、そのメンバーとね、やれて一番楽しいです。やっぱりね、何でも楽しいことが一番ね、いいかなと思ってね、皆さんにご協力いただいているエミちゃんでした。ということでね、何かコメントあったら入れてください。そして、できれば、いいねとシェアとチャンネル登録よろしくお願いしますね。そんな感じ。
待ってますよ、コメント。バイバーイ。あ、皆さんも手振ってください。バイバーイ。